ましたよ。あ、だったらもうベアが多分だ。終了、ダメ。はい、どうも、モン吉でございます。今回の動画は、前回に引き続きですけども、スーカーサーキットで行われた、レブスピード走行会、2月に行われたレブスピード走行会ですね。前回の動画と同じ日にですね、撮ったものになります。この日ですね、実は私のマーチ 15SR のターボ仕様がですね、間に合うかどうかなっていうところだったんですけども、結局間に合わなくて、急遽当日の朝にですね、NTEC さんのノートニスモデモカーをですね、乗らせていただくということになりまして、初めてのノートニスモの運転が、しかも鈴鹿サーキットということで、ちょっと緊張もしながらですね、ちょっと攻めてみようという形で行ったわけなんですよ。今回のこのベストラップ車載映像については、動画のですね、この右上のカードのところ、もしくは動画の説明欄にですね、リンクを貼っておきますので、ご覧ください。このですね、ベストラップ車載映像のタイムについてはですね、鈴鹿サーキットの、ノートニスモチューニングカーレコードということでなっております。こんな感じで130も全開で受けれているので、とても気持ちよく走れた車でした。さあ、問題のシーンです。ですね、連続アタックを終えて、こんな感じで最終コーナーは、ショートカット近道を通りながら立ち上がってきて、チェッカーフラッグ走行終了までですね、ちょっと楽しみながら走ろうかなというところで、こんな感じである程度その1コーナー2コーナー攻めてる感じですね。お気づきでしょうか、ちょっと2コーナーでカチャカチャ行ってきて、この時点でちょっとなんか車が実は壊れかかってきてるという感じです。この S 字の2個目、はい、なんか音が大きくなってですね、ちょっと挙動が乱れてる感じが出てきまして、逆バンクです。はい、完全に車がおかしいです。はい、乗っていた感覚としても結構その振動も出て、音も結構大きな状態なので、もうこれは何か異常があるということで、この週でピットインしようという考えでおりました。今でちょっとね、ペースダウンしようかなということだったので、後ろから速い車が来てたので、車はなるべく止まらないようにして、他の車を譲るような格好でなんとかピットに戻ろうと今考えて今運転しています。このデグナーの2個目も曲がるときに、もうすでにガッチャンガッチャンで、もう左リアタイヤが明らかになんかおかしいなという、なんかでっかいゴムカスがついてるような感覚なんですよね。なんかおかしいぞ、乗ってる感覚で言っても左のリアタイヤがおかしいというのはもう分かりましたので、はい、まあ、なんとか、ピットまで自走して戻ってくることができました。後ろのペースの速い車を注意しながらなんとか戻ってこれたという感じなんですけども、でここでピットに戻ってきてですね、ピットにちょっと見学しに来ている方にですね、聞いてみたんですよ。左リアどうなってます、タイヤ。なんかでっかいゴムカスかなんか引っつけてるような感覚なんですよ。外見上何か変化があるかな、異常があるかなと思って聞いてみたんですけども、特に異常がないということだったので、ただ結構その異常な振動と音だったので、ここは急遽ですね、現地で、ピットガレージの中でですね、足、ブレーキ関係、ハブベアリングからいろいろ足回り、その辺りをちょっとチェック、ばらして見てみようということになりました。今、サイドブレーキって解除して、一番疑わしいのはこのハブベアリングのガタなんですよね。おそらくもうハブベアリングだろうなという感覚はありました、この時点で。はい、足回りの緩みも特になさそうで、だけどもガタが出ているということなので、おそらくハブベアリングじゃないかなということで、いっぱい出てきましたよ。何か
30です。ナットはしっかり締まってました。ベアリングが終了だ。これ、あ、後ろこれ締まる？サイドですね、足回りの緩みはないかどうかというところでちょっと確認してみます。ベアリング緩めればいいね。あ、違う、閉まっとればいい。閉まってる。あ、だったらもうベアが、多分さ、終了、ダメ。ちょっとサイド緩めて。これさっき何が出てきたと思ったの？ここの間からこっか、まあ、いいこれちょっと、もういいや、閉めとけ。ダメ、終了。ありがとう。今閉まった、閉まってる。はい、ダメだ。はい、このノートニスもですね、NTEC さんのデモカーとして 22,970 キロ走っておりまして、ほとんどがサーキット走行だったということです。なので、まあ、22,000 キロほとんどサーキット走行すると、あの距離 でもう、ハブが行ってしまうということですね。まあ、可能性としてあるよということです。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。では。